通ってたんですか。いや、そうだよ。え、じゃあそしたら新ああの夜行バス、バス ありますね。で、4時間かけて、はいはい、あるある池袋って、はいはいはい、あれで日帰りとかやってた。1日に8時間バスとか乗って、でもあとはその8時間乗るバスの時間をお金にするんだったらと思って、撮影入ってても東京の派遣会社に登録して。なんでそんなに。んで、うん、その撮影以外の日東京の仕事だから六本木ヒルズの。え、だってでも顔出てて、あーってなんじゃないですか。でもさ、出たての時ってそんなってないじゃん。なるほど。だから自分でも自覚ないから、うん、全然他のバイトずっとやって東急プラザプラスカードの会員、あの入会。やば、え、あーってなんですか。別にそんなに全然、全然なんなかったよ。なるほど。なんでそんなにとにかく仕事しなきゃみたいな。いや、なんかね、稼がないとみたいな。ちっちゃい時から、うん、稼げみたいな。お金は自分で親にもらう、誰かにもらうより、うん、自分で稼がなきゃと思ってたの。すごっ。で、大学を選ばなかったじゃない、うんうんうん、私が、うん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 、で、それもこの、なんていうの、高校まではさ、うん、義務教育で行かなきゃいけないところだけど、うんうんうん、そっから先の選択を自分でするときって、うん、稼げてもないから親にお金を出してもらわなきゃじゃない、うんうんうん、それが私なんかずっと引っかかってて。かっこいい。いや、かっこよくないんだよ、うん、きっと貧乏症なの、ケチなの。だから、うん、ここで親にお金を甘えるんだったら、うん、それなりにそれ超えてでもやりたいことじゃないと踏み込めない領域だなって思ってたの、うん、すごっ。そしたら高校の3年生、あの高校の最後の進路相談みたいな時に、うん、そこまでしてやりたいことがありませんって言ってプータローを選んだの、うん、逆に、うん、でもどういうこと。プータローって言葉って良くないかもしんないけど、はい、でもプータローっていうことは自分で学びに行くよりも稼ぎに行く方向を選ぶっていう選択肢なわけじゃん。ああ、そっか、就職しないでってことか。フリーでみたいな。そう、フリーで別にバイト掛け持てばいいわけじゃん。そっちの方がいいかもって思って、うんうん、私はその生活をしてたの。で、その時にキャンキャンもやることになって、うん、このバイト生活のサイクルを地元で回しながら撮影の日にあの夜行バスに乗って、で新幹線の方が高いじゃん、うん、高い。それで通ってる時に震災が起きて、うん、高速道路も潰れました、うん、新幹線も潰れました、飛行機しかありません、うん、で飛行機キャンセル待ちぐらい溢れてますみたいな感じになって、でも東京の事務所からは来れんの。で余震続くじゃん、うん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 、で余震に怯えてる家族たち、地元たちと仕事に行かなきゃいけない自分の、うん、こう行く術を探すわけよ毎日、うんうん、で飛行機のキャンセル待ちに乗れたら撮影に行けますみたいな、うん、の時にうちの母が、うん、笑ってなきゃいけない仕事に就いたのにこんなに怯えながら生活してるんだったら、うんうんうん、お兄ちゃんがいる東京に行きなさいって言って。なるほど。上京して、最初からその芸能の仕事したかったんですか、もともと。全然。私名古屋好きすぎるから、もう名古屋から出るつもりなんか一個もなかったもん。もう名古屋が好きすぎたの。なるほど。友達もいるし、そうですよね。なんか、じゃあ最初スカウトかなんかでってことですか。そう、うん。だけど、そうやって学生の頃からバイトを、うん、まあ、でもめっちゃ可愛かった。すっごいモテますよね。あ、だからその話、びっくりするから。だからその話に戻ると違うんだって、うん、私さ高校、中学3年までさ、うんうん、がっつりバレーボールでさ。私もバレーボールやってました。でしょ。小学生までだけど。いや、全然伸びしろあるじゃん。だから私番組にやったら本当にやってたの。下手すぎて。バレーボールの経験者の弱い子は女の子な、あのモテるんですよ。モテるんですか。本気で。私キャプテンだったんですけど、全然激弱で勝ったことない。それでいいの。だから今の小春がいるの。だからこの女の子らし、私は申し訳ないけど激強。どこですか場所。小学校から入ったバレーボールチームが、まあ、市の中では有名なバレーボールチームで、はい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 、でそこから中学に入学するじゃん、うん、入学式の日、うん、
もう選択肢もなく監督から呼び出されて、すごっ、そのチーム丸ごと、小学校からのチーム丸ごと、その中学校のチームになるわけ。うん、わー、強っ。で、学区超えても、その小学校の、うんうんうん、なんていうの、この小学校のバレーボールチームっていうのはさ、市の中でやりたい子が集まるやつだから、うん、学区が違ってもいたんだよね。そしたら、監督は丸ごと欲しいから、うん、学区外からもその仲間が来るわけ。うわだからもう、その初日から、お前らは選択肢ないからって呼び出されたのを覚えてる。うん、どこです、ポジションは。ポジションは、最初は、うん、ライトから始まって。あ、やっぱ、これなんですね。うん。わぁで、最後、センターで、うん、で、骨折したらリベロ、みたいな。だから、骨折しても、うん、出たんですか？そうだよ。そんなの、厳しい認められなかったもん。だから、私、子供を産んだじゃない、うん、埋めてよかったって思ったのが、バレーボール期間中はずっと骨盤が砕け、触ったら砕けてんのよ、この骨が。なんでここに、ここにさ、骨盤ってあるじゃん。ある。これ、バレーやめてからやっと感じれたの。ここがいつもぐにょぐにょで、中で分裂してんのも分かって。それでやんないといけないんですか？そう、みんなそうだった。でも私だけじゃない、その当時のメンバーは、みんなさ、で髪の毛スカルタすぎる、刈り上げがちょっと伸びてきて耳にかけれるぐらいのショートカットになるとバリカンしに行って、これもうだからそれが証明みたいな、監督に対する大変本当だからモテるとかじゃない、とにかく汗だく、顔が可愛いなみたいな、さすがに、いや顔はだから、うん、で基本が男用だから、うん、これ髪の毛伸ばしたりとか、うん、茶髪にしたりとかできるようになって、うん、それこそキャンキャンのイメージで、うん、西山真紀イコール女の子みたいになったけど、うん、本当にこれ地元の友達、うん、って感じ、キャンキャン始めた頃毎月笑い物だったから私西山やばくねみたいな、だから全然違ったの、うん、なるほどね、あいつマジどうしたみたいな、なるほど、ね、スカート履いちゃってみたいな、へ、うん、そうだったよ、なるほど、ちょっとマキさん次ます、だから面白くない、人生って面白い、でもだから私は、うん、置いてけぼりみたいに悩んでる方たちを、うん、置いてかずにで大丈夫だよ、はい、こんなの、うん、こんなやつでも楽しかった、うん、楽しく生きてるよってできるの、うん、なるほど、いやーすごいな、でもすごくないんだよ本当に、キャンキャンの撮影で一番大変だったのなんですか、だから生まれキャンキャンのバブル期、バブル期、そうね、四天王の萌ちゃん、ゆりっぺ、えびちゃん、うん、ゆう、うん、で見てましたもん私めっちゃ、なおちゃん、うん、でまいみん、うんっていう、うん、だってその当時もうだって月に何万部売れてた、何百万部、こんな辞書だったからね、キャンキャンが、私その時ってモーニング娘。入ってて、入る前からちょっと見てて、やっぱキャンキャンの服着てましたもん、プライベートで、そうちょっと大人っぽくて、そういうのすっごい好きで、お姉ちゃんがいるんですけど、お姉ちゃんも見てたし真似して、だからすっごい見てたから、そう、会えた時めっちゃ嬉しかったです、だからね、ほんと、うん、はぁって、はぁみたいなやっぱり、自分がちょっとその自分のこう芸能生活始める前に見てた人で、始めてから見てた、え、なんですかね、小春が何歳からモームスの、まあ、12歳です、中1からです、中1から、でもその時は私だってまだ長岡いるじゃん、じゃあ、いや、でも見てました私、キャンキャン、中1から一回東京にもう来ちゃうの、うん、中1から来ちゃいました、オーディションで受かったから、はい、だからもう田舎の新潟県長岡市が私村出身なんで、もう真紀さんとかのレベルじゃない、もう田舎娘、ほんとびっくりするぐらい、ごめん逆にだけどさ、ある日急にわーってなるんですよ、ちょっと待って、で待って、じゃあさ、私今子供いるからさ、なおさらさ、うん、聞きたいけどさ、中1の時に、はい、まず自分がオーディション受けたいって言ったの、いや私はその、まあ、中1がデビューだった小6の終わりぐらいに、うん、お姉ちゃんがいるので、うん、お姉ちゃんと一緒にこういうの受けてみないってなって、2人でそうだから、そういうこういうのあるよって言って、うん、お姉ちゃんがこう履歴書とか書いて一緒に写真とか撮って、受かると思ってないから別になんかこう
えって負荷考えてないですよ。あ、じゃあ一番先の発掘はお姉ちゃんなんだ。お姉ちゃんです。お姉ちゃんです。このいろんなオーディション行かないって言ったの。そう、オーディションでいろんなオーディションある。今昔は雑誌の裏とかにオーディションあったんですね。あった一番リボンとかにもあったよね。そう、一番デビューできるのがこれだと確実に、うんうん、だって受かったら確実にデビューできるじゃないですか、うん、あのオーディションは、うん、なってこれに受けるってなって、で小春はそれまでの小6までの間でも、うん、ちょっとそういうのに興味があるとかっていうのは知ってたの。興味はあるけど、あまり田舎すぎて、なんかあまり現実味がない。そうだよね、そうだよね、わかる、いいなとは思うけど、うん、なんか自分がなれるとも到底思ってないし、うん、なんか別に、まあ、なれるのはなりたいけど別に無理でしょみたいな感じで、写真撮って送って、お姉ちゃんだけは絶対いけるって言ってえ、すごいじゃん。それどっかで喋ってテレビとかで喋るもうこんなさこんなんて言って、私のチャンネルじゃない、小春のさ、うん、全然 YouTube だからいいけどさ、うん、もっとバラエティとかでさ、そういうのしてもいいよ。そうしたらすぐ出てこいってなるわけ。そうです、1週間2週間でも東京っていう。え、それは寮なの？いや、私はお母さん、なんかその保護者が同伴じゃないといけなかったんで、じゃあお母さんが一緒に、お母さんも仕事辞めて一緒に同居です。だからもうほんと受かって 1,2 週間後に私武道館になってましたもん。え、私受かりましたっつってあ、今回選ばれし、そうですそうですそうです、姫ですって言って、そうですそうですそうです、田舎者の親を連れてえ、てかさ、うん、ママがすごいね。お母さんもなんかずっと、だからもう何歳、なんだろう、何十年長岡に住んで仕事もしてて、私のためにお仕事も辞めて、普通に育ててたわけでしょ。そうです。そしたらある日娘が、うん、お姉ちゃんが送ったオーディションで受かっちゃって、うん、でお父さん仕事辞めるわけにもいかないし。あ、じゃあパパだけ実家に残ったの？いや、まあおじいちゃんおばあちゃんその時いて、うん、おばあちゃんとかはちょっと厳しいじゃないですか、送り迎えとかしないといけないし、うんうんうん、したらやっぱお母さん、大体結構お母さんってそうなるみたいで、で来たんだ東京に。来ました。じゃあ二人暮らしがスタートしたんだ。二人暮らしスタートしました。すごっ。でその1週間後2週間後に武道館も立ってて、もうスタート切って、スタート切って、もう知らない間に今、いろんなことがあって今、そうです、レッスンしてとかライブやってとか、どん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 。でもさ、うん、知らない間にっていう風な記憶に残してくれた、うん、やっぱりママがすごいよね。そうだよね、長岡から東京って海外みたいなレベルじゃんね。そうそうそう。で、何これはさ、こう、まあ、言うけどさ、うん、さ、その人は、うん、言えます言えます結婚絶対使えないやつですか。いや、でもさ、これもさ使えないやつですね。でもさ、うん、なるほど。だからそれも、うんうんうん、さっきから話に出てる、うん、ユーとかの存在が初めてこう吐き出してもいいんだなっていうのを教えてくれた人、うん、自分の気持ちを、本音みたいな、うんうん、うんうんうん。でもそうするとそれが勝手に相談みたいになってるし、うんうん、こう向こうの意見、うんうん、アドバイス、自分の脳だけじゃない意見とかもくれるし、相談した方がいいよやっぱり。あの、私相談魔なんで。え、嘘、私相談魔。でも違う、小春はマジで相談魔相談魔で逆に何を選んだらいいか分かんないってタイプなんで。あのね、一人で突っ走る相談魔だよね。だから結構強いこと言われても割と平気なんだね。普通の人だったらもう泣いてるよって言われるけど、全然平気な顔してる時あります。じゃあ、うん、あれしよう。人に言われても、本当にこう言われててもなんか冗談かなって思っちゃうタイプなんです。ね、ずっとみんな本気なの。そうですよね、ほんとに。なんか、あ、やばい、5人ぐらいに聞いて、あれ、同じこと言われるな、なって、あ、やっとまずいなって思うんですけど、最初に、なんかこの人、なんか嫌味で言ってんのかな。いいのよ、いいのよ、それが小春だからいいのよ。私もそれで好きだからいいんだけど、ツッコミどころ満載だから、本当に愛せるんだけど、ね、今持ってるさ、あれは30歳じゃん。うん、30歳で、うん、今まだ一人で自由に選べる人生の道じゃん。うん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 、そしたら今やりたいことって何？スノボ。近っ。
全然、しかも長岡生まれからしたら全然違う。そう、でも逆にスノボとかやったことないんですよ。わかる。なんか普通の子とか逆にあんまりやったことないから。あ、そっか。そうです。なんかそういうスノボ行ったりとか、韓国旅行行きたいなとか、なんかちょっとなんかヨーロッパに旅行に行きたいなとか、ニューヨークに行ってなんかブロードウェイに行きたいなとか。え、逆にマキさんはなんかやりたいこととかあるんですか？やりたいこと、うん、ない。西山食堂を、うん、このお家の屋根の下だけじゃなくて、うん、どっかでフェス、なんかフェスっていうかお祭りとかさ、うん、屋台とかでもいいからやってみたい、うんうん、あー楽しそう。1ヶ月ここで西山食堂やりますみたいなことを、うん、長くない？ 3 日とかじゃないですね。だって3日とかだったら、うん、興味ない人、興味ある人しか来ないじゃない。3日 ?3 日とかで、じゃあやりますって言って、うんうんうん、確かに時間作ってくれる人とか、作れる人じゃないと来れないじゃない、うん、もうだらだら1ヶ月やっときたいの。もうただあ、なんかここ何、西山食堂とかで、私知らない人でもいいの。だからすごいす、ね、知らない人になおさらこう好きになってもらいたかったり、こう出会いたいから。すごい。なんで、なんかどう対応していいか分かんないです。でもなんでじゃあ毎日料理作ってすごいねとかって、うん、このさっきもさ、すごいですよね、言ってくれたけど、うん、そうじゃなくてただ好きだからできてるわけ。あ、そうなんですね。そしたらこの好きなものに好きな人が集まってくれたら、うん、私にとっての一番のハッピーなの。なるほど、ね、なんかお店とかやったらいいですね。それめっちゃ西山食堂っていう店、うん、やってみたいけどね、うん、やってみたいけど、うん、まあいろんなこうなんかこのしがらみがね、大人の、ね、感じるようになってさ、うん、あ、そんな簡単に思いついたら叶うでもないんだなみたいな、うん、もあるからだけど、うん、小料理屋、すっごいやりたい。めちゃ良さそう。私だから第二の人生結構考えてるよ。何したいんですか？表舞台から普通に引退して、うん、あの好きな料理と、うん、昔の居酒屋みたいに、うん、子供たちがただいまって言って帰ってきたら、うん、とりあえず夜ご飯食べながらお客さんとかと宿題して、うんうん、で後ろの部屋とかでお風呂入って、だから後ろもう家になってて、うん、裏がね、うん、でもうはい、あんたたちもう寝る時間だよって言うと、うん、私は片付けとか、うん、こうご飯とかお店のことやってるけど、うんうん、まあ、子供たち裏で。なるほど。バーってこと？バーですか？いや、バーはもっと夜中じゃん、うん、で、バーは子供を巻き込むとあれだから、西山食堂、やっぱあくまでも西山食堂なんだよね、やっぱり食堂。なるほどね。で、この時間になったら完全閉店。カウンター？閉店。うん、パイプイス。パイプイス雑多。パイプイスがビールケース。雑多。ビールケース。雑多。それで酒も、うん、自動販売機、酒だけの自動販売機置いて、そこで買ってもらうから。買ってもらって。そう。あるよね、でもそういうところ。あるじゃん。勝手に取れみたいな。そう。あった。どっかで、ある、そういうとこありますよね。で、私が一緒になって飲むのも、許される。ね、いや、流行りそう、めっちゃ。良さそう。でもそうしたらね、考えるんですね。私も考えよう。私ね、お家でこうやって勝手にご飯作ってるじゃん。うんうんうん、で母親勝手にじゃないですけどね。まあ、作ってるさ。で母親になってもさ、うんうんうん、やっぱり東京で出会った仕事のさ人たち会えるのはさ、うんうん、ごめん家に来てもらっていいかなって言って来てもらうじゃん。うんうん、そのうちにね、結構さ、これは聞こえが悪いかどうか分かんないけど。うん、久々人が作ったご飯食べましたっていう人が多かったり、なんかこのもっと私はみんな、うん、ワクワクしながら外のご飯とか東京のおしゃれなご飯を食べてると思ったら、うんうん、お腹すいた時に何食べていいか分かんないから帰っていい、ってかお腹すいたって言って帰ってくる子が残るわけ、ここに。すごっ。で会食とかをわざわざ組みたいわけ、まあ組む時もあるんだろうけど、うんうんうん、お仕事とかじゃなくてお腹が空いた時に迷子になる子をすごい感じるの、うん、すごい。それ呼び入れるんですか？でそうしたら別に彼でもいつも通り全部空いてるよって言って、私うち鍵かけないじゃん。なんで東京でしょ、なんか実家じゃないんだからそうなんだけど、実家じゃないんだからあの東京だと鍵かけるのまずいですよ鍵はかけよう。そうなんだけど、うん、本当に何時でも勝手に帰ってこれんの。
で泊まりたかったからここに なんかもう 寝てたって、それが性別違ったって、うん、同性だっていいの、うん、もう布団も用意しないよって、布団用意しないよ、布団用意しないよってでもソファーはあるよとかさ、うんうん、2段ベッドは空いてるよとかさ、うんうん、なんていうんだろう、やっぱみんな頑張ってんだなって感じるわけよ。へえ、なるほどね、うんうん、そしたら東京でさ、ちょっとお茶しよう、うん、てか私が感じたのはさ、お茶ね、はい、お茶する、ちょっとお茶しようってさ、うん、じゃあそこにさ、うん、1000円かかるわけじゃん、うん、かかります、ちょっとのお茶で、わかる、じゃあ地元の時ってちょっとのお茶で1000円かかった、うん、もうそれ夜ご飯じゃん。いやでも私でもそこそのそ父の時はなんかその外でお金使うのがあんま分かんない。そっか、うん、そうだよね、東京に染まってしまいました。違うんだよ、先に成長したってことだからあれなんだけど、うんうんうん、まあでも外はかかりますね、高いからとこも、うん、東京ってね、私18歳でね通ってた時にもね、うん、感じたんだけど、休みたい時に座れる場所がないからカフェに行くしかないの。そう、そうすると、うん、カフェでお金を使って椅子代を取るわけじゃん、うん、あれに。そう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 、ね、そうするとそれが500円から1000円の中のものがあるわけじゃん、うんうんうん、めちゃくちゃ生きる中でみんなずっと頑張んなきゃなの、休むにも頑張んなきゃなの。そうですね、うん、うん、そう考えたらさ、うんうん、私いつもこのお家にさ呼ぶ時ってさ、うん、ご飯のことは何も考えなくていいから、うん、飲みたいの飲み物だけ分かんないから、うん、飲み物だけは買ってきてっていうの、うんうんうん、疲れたって言って帰ってこれる場所、うんうん、いらっしゃいますじゃなくてお帰りって言えるお店ができたらいいなって、うん、めっちゃ流行りそう、世田谷に作ってほしい。東京になくない？あ、もう探せよ。あるんだろうけどね、まあ、まあまあ取りますよ東京は。やっぱそうだよね、うん、東京取ります。でも取っても来るから、だからそれでさ、うん、家賃ね、うん、埋めるためにそこにプラスアルファお通し代とか ね、うん、やんなきゃいけないじゃん。お通しいりませんって先に言ってお店に入ってたから。え、そんなことできるんですか。うん、うーん、まあその時代はね、酒はかかる、お通しなしお願いしますって言って自分で、うん、何これさ絶対ダメ、これ使えない、やばいやばい。飲み放題の養老の滝って一番安いチェーンってあるんですか。知らない知らない、だめだめ、食べ物も、そうだめでしょ、そんなに。でもやめてください、やめだめ、絶対すぐ行き切りましょう、これ。はい、ちょっと今日はいろいろお話をね、話それながらいろいろ、箸がもうね、ちょっともうね、もう箸が笑ってる、ね、箸が笑ってます。はい、今日はね、あのマキさん家でお邪魔していろいろお話を聞いたのですが、ちょっとはい、今日はですね、まあこの辺にしたいなと。話聞きすぎちゃったんで何使っていいか分かんないっす。しかも、うん、分かんないよね、もう10分ぐらいになりそうです。長すぎて。私からしたらさ、小春と久々にゆっくりってか、はい、初めて差しでさ、ゆっくり喋るなと思って、ね、はいはいはい、勝手に過ごさせてもらってるけど、うん、改めて小春のチャンネルの皆さんが見てる一動画だと思うと怖くなる、うん、いやいや、それはもう上手にありますね、ここあの使えるところを。、ね、いやいや、あるといいなって思う。あります、あります、はい、どこを使われても私はあの嘘なき感情で、すごい小春と向き合わせてもらってるので、なんか使いたくないとこないですか、大丈夫ですか。やばいね、それパンチ効いてる。それだけちょっと、はい、だからここピーってやってもらって、バーってやる。人生いろんなことがあってもなんとか笑えてますよっていうのがね。なるほど、わかりました。本当に、はい、今度はね、次はあの小春の実家の方に突撃しよう。めちゃくちゃ面白そう。ママパパお姉ちゃん待っててね。はい、今日はですね、あの西山真紀さんにゲストで来ていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。お邪魔しました、西山食堂に。ありがとうございました。春をこれからもよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。